中部地方を代表する岐阜県の一級河川、長良川。その支流の中でも清流として特に名高い板取川のほとり、自然あふれるホラドの里で鮎料理はいかがですか。収容人数492名様。鮎料理はコース料理から単品料理までいろいろ。清流板取川のせせらぎを眺めながらお食事ができるお座敷と、車椅子でも移動可能なバリアフリー対応のテーブル席、各テーブルに設置した特製コンロで焼いて食べる鮎の塩焼きが自慢の一品。焼き加減はお好みでどうぞ。この味が忘れられず、毎年お越しになるファンの方も大勢いらっしゃいます。もちろん楽しみは大人だけではありません。子どもたちには池に放たれた魚のつかみ取り体験が大人気。他にも釣り堀や併設の柳場など、初夏から落ち鮎シーズンが到来するまで豊かな自然に包まれながら休日のひとときをお過ごしいただけます。300台まで収容可能。大型観光バスも入る大駐車場、バリアフリー対応の多目的トイレなど、人に優しい板取川ホラド観光やな。東海北陸自動車道美濃インターからおよそ20分とアクセスも抜群。今年の夏は大自然の中で鮎料理と清流の水遊びを板取川ホラド観光やなで楽しんでみませんか。詳しくはこちらのホームページでどうぞ。